で玉ねぎをスライスしていきますね。湯ごに軽く 2,3 回入れていきます。では玉ねぎを強火で炒めていきます。オリーブオイル大さじ3杯分ぐらい、玉ねぎは2個分です。ここに塩2つまみ分ぐらいです。玉ねぎをしんなりさせて、玉ねぎの味を出すための塩です。これで水分が出て結構長時間炒められるようになります。で玉ねぎがしんなりしてきたら、ここから蓋をして蒸し焼きにして水分を出しながら色をつけていきますね。火加減は中火です。でしんなりしてきたらこのまま広げて、で蓋をして、で水分を出しながら蒸し焼きにします。でとりあえず大体3分を目安に1回目、このまま置いておきます。これを大体3分経ったんですけど焼き色がついてると思うのでひっくり返してみます。こんな感じですね。ちょっと軽く焦げた感じで焼き色がついてます。これをまた混ぜていきます。強火でしんなりした後、中火で3分ぐらい蒸し焼きにして、それだけでもう大体もうここまで色がつきました。次また中火にして、でまた3分蒸し焼きにしていきます。はい、でまた3分経ちました。また裏側を見ていくとこんな感じで焼き色をついてますね。ほい、こんな感じで全体的に混ぜて、かなりいい感じの焼き色になってます。また最後の3分、中火で、蒸し焼きにしていきます。9分ぐらい経ちました。これだけ水分が出て、裏側見ていくと、もういい感じに色がついてきました。最後、強火でちょっと最終的な飴色に仕上げていきましょうか。ここからだと色つくのは本当にすぐだ。これ大体強火で1分ぐらい炒めて、全体的に、飴色の玉ねぎになりますね。これで、玉ねぎの炒めは完成です。そしたら、煮込むスープのお鍋に玉ねぎを入れていきます、それではここに水を入れていきます。僕は水 800cc です。まずニンニク、小さじ3分の1ぐらいです。次おろし生姜同じぐらいですね、小さじ3分の1ぐらい。次に顆粒のコンソメスープ、大さじ1杯分ぐらいです。そしてお醤油小さじ1ぐらいです。でローリエ1枚、これが沸いたらもう出来上がりですね。火は沸くまで強火で大丈夫です。では餅を4分の1にカットしていきます。じゃあオニオングラタンスープの中に入れる、ニンニク風味のパンを作っていきますね。おろしニンニクを軽く塗っていくような感じで大丈夫です。の端っこから置いていきますね。もうニンニクの量はすごく少なくて大丈夫です。で端っこに塗ったら全体に行き渡らなくてもいいんで、全然パーッと塗るような感じです。こんな感じで軽くなじませるようなぐらいで大丈夫です。はい、で沸騰してくると、玉ねぎからアクが出てくるんで、アクはすくってあげてください。アクをすくうとね、スープがすごいクリアな旨味になります。はい、ちょっと味見していきますね。ほんの少し塩コショウするくらいで味が整うと思います、ね。でこれを器に盛り付けていきます、ね。で4人分でお餅を4個ずつ、1切れ分です、ね。ちょっと離して入れてあげてください。お餅を入れると
のお餅がオニオングラタンスープの洋風のスープを吸って洋風のお雑煮のような感じのすごく美味しい具になるのでぜひ入れてみてください。そしたらスープを注いでいきます。かなりね玉ねぎがたっぷり入ったスープですね。そしたらニンニクを塗った面を上にしてパンをのせていきますね。上にピザ用のミックスチーズです。で香ばしい焼き色をつけるための粉チーズを振っていきます。粉チーズを振ると綺麗な焼き目がつきます。これで220度のオーブンで約10分間焼いていきます。